栃木県立宇都宮中央女子高等学校は、栃木県宇都宮市若草二丁目にある県立の女子高等学校。略称は宇宙女、中女、中央など。合唱部は、栃木県教育委員会の依頼を受け、2016年に新設された栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園の校歌を作曲した。急速に進む少子化を見据えて、 栃木県教育委員会が策定を進める2018から22年度の第二期県立高等学校再編計画で宇都宮中央女子高等学校を教学化する方針を固めたことが2017年6月13日下付新聞社の取材で分かった宇都宮地区では宇都宮東高等学校が2007年に付属中学校を開設し教学化されたことにより男女別学校には 募集定員に2倍の差が生じたため、中央女子校の教学科で男女比を均一にする狙いがある。高校で次期学習指導要領が始まる22年度の新入生から男子の募集を始める見通し。教育委員会は7月上旬に計画全体案を公表し、パブリックコメントなどを経て2017年秋に決定した。同時に共学化の方針が出された。 栃木県立足利女子高等学校とともに、パブリックコメントを実施した結果、足利女子校に対する反対が多数を占め、中央女子校に対する意見もあったが、2017年11月7日に、足利女子校とともに教学科が決定した。2020年7月23日、教育委員会は教学科後の進行名を、宇都宮中央高等学校とする方向で、 固まったと下付新聞が報じた。公明案には他に、宇都宮秀夫、宇都宮霊王、清新館、篠の目があった。宇都宮中央女子高校赤レンガ倉庫。ありがとうございます。